はい、どうもこんにちは、古木です。本日はですね、水苔の量比較実験っていうのを美学書でやり始めてから大体今ね1年半ぐらい経ったところなんですけども、まずね現在の状態見ていきたいと思います。もしねこの動画まだご覧になられたことがないっていう方がいらっしゃいましたら、一度ね過去動画リンク貼っときますので、過去の一番最初から見ていただけると、この子たちがどんな状態だったのかっていうのがお分かりになるので、一度ねそちらの方もご覧いただければなと思います。はい、ということでね、まずこの美学書で水苔の比較実験をやったのはこの BT というよくある美学書ですね。今こちらにいらっしゃいますのは水苔をたくさん使って仕立てた BT ですね。で、こっち、水苔をほとんど使わずに板に直接つけて仕立てた BT ですね。どちらもですね、1年半経過しまして、まあ、いい感じに両方かっこよく育っているんじゃないかと思います。どちらもね、日中は直射日光に当たっています。南側のところに置いていて、遮るものが何もないところにいるんですが、ここでね、一切もう今は早けもすることなく育っています。でね、そもそもの話なんですけど、BT やっぱね、強い日差しで育ててあげた方が綺麗に育ちますね。はい。で、今回はですね、最後にね、この決定的な違いをね、ちょっとわからないかなと思って、解体するところまでやってみますんで、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。はい。で、こちら、水苔の量を多く仕立てた子をですね、まず見ていきましょう。こちらですね、貯水葉も、まあ、いい感じに展開してますし、もちろんね、小株を吹き始めました。小株がそもそもいいな、この子。貯水葉もピーンと立ち上がっていて、いい感じの小株がすでに埋まってますね。合計で1、2、ここ密生して1、2生えていて、ここに3、上から見ると、まだあるんだよな。この辺に4の小株が生えてますね。もっともっとビーチに小株生えてくると思います。で、この子はですね、最初から胞子葉、綺麗な胞子葉を出してくれました。あちらの水苔がない方に比べると、胞子葉、なんでこんなに綺麗に展開してくれたのかなと思うと、最初からね、根っこを張るスペースがたくさんあって、根っこをたくさん張れるということは、水をたくさん吸い上げることができるということですね。それが最初からこちらはできていたので、胞子葉も綺麗に育ったということですね。はい、おそらくそうなんだと私は思っています。はい、対してこちらですね。水苔をほとんど使わずにしちゃってました。なんかこの辺にちょっと丸く整えるためだけに、ほんのちょっと水苔を入れたぐらいで、もう板にポンと乗っけて、仕立ててみました。こちらはですね、貯水葉が今ちょっと切れてしまって事件が発生したんですが、ここですね。だからこちらの貯水葉の展開はあんまり期待してないんですけども、貯水葉、こちらですね、すごく綺麗に育ったと思います。めちゃめちゃピーンと伸びてる。こここのサイズが多分こっちよりもいい具合に伸びてるんじゃないのかなと思います。まあほとんど同じにも見えるんですけど、どっちかっていうとこっちの方がね、綺麗な貯水葉できてるかな、綺麗というかたくましい貯水葉ができているのかなと思います。若干こういうね、この葉脈の部分がボコッとしていたりもするんですよね。こちらはね、なんかどことなくたくましく育ってくれた貯水葉です。ちょっとね、これ映像でお伝えするのがちょっと難しい感じなんですけども、パッと見こっちの方がね、貯水葉はね、もう力強いんですよ。こっちはまあ綺麗に生えてるんですけど、力強さを感じるのはこっちですね。はい。で、小株がですね、この辺に一つ吹いてますね。あともう一個ここにも吹いてますね。貯水葉のと板の隙間からまずは生えてきたのと、これはね、貯水葉突き破って生えてたんですけど、上からまたね、貯水葉に覆いかぶされましたね。で、上から見るとこんな感じですね。もうほとんど水苔ないのがわかるかと思います。この子はですね、最初は全く貯水葉ちゃんとね、綺麗なの出してくれなかったんですが、まあ、ようやくいい感じに分岐した貯水葉を出してくれましたね。ただ、あ、貯水葉ね。1、2、3、4分岐に比べて、こちらの貯水葉は、2、3、4、5。あ、5か。まあ、そんな変わんねえか。そんな分岐数は特に変わらないですね。で、両者をね、まあ、1年半経過して分かったのは、最初成長速度そんな違いないなって思ってたんですけど、今こうよく見てみると、成長早いのこっちですね。うん、小株もたくさん吹いてるし、貯水葉のターンがもう終わりかかっていて、もう胞子葉のターンに変わってる。あと、今回違い今発見したんですけど、こっち今回ね、貯水葉を2枚今シーズンは展開して、もうすでに胞子葉を出してますね。ただ、こちらはですね、貯水葉を2枚展開して、さらにもう1枚貯水葉ですね。まあ、これはね、たまたまだと思うんですけど、ちょっとしたそういう成長の違いが出てますね。おそらくそれはもうたまたまですね。ただね、その成長の葉っぱの出す枚数の速さを考えると、若干こっちの方が早いかなっていう感じがします。はい。で、あとね、以前の動画でも言ったんですけど、若干貯水葉の厚みがこっちの方があるよねって言ってたんですよ。その後、どうなっていくのかっていうのを今回ちょっとね、部分的に解体をして、貯水葉の厚み、どっちが厚いかなっていうのを見てみたいなって思います。あんまりね、大量にいじりたくもないので、部分的に貯水葉を切り抜いて見ていければなと思いますので、やっていきましょう。はい。よし。
はい、ということでね、早速やっていくわけですが、貯水量の厚みの比較なんてやったことないですし、やってる人見たことないですし、まあ、とにかく一番私が今気になってることなのでやってみたいと思います。切り抜く部分は大体まあ今シーズンに展開し終えた貯水量のまあこの辺ですね。大体成長点から 4,5 センチ離れたところをちょっと四角くくり抜いてみたいと思います。やっていきましょう。ごめんよ、なんかすごい貯水量がみずみずしくて切れ込みの跡が、刃を入れるたびにぐしゃってなる。よし、たとえ差があったとしても1センチとか2センチとか何ミリとかそういった差ではないと思うんですよ。わずかにだと思うんですね。よいしょよいしょ、できました。まずこれ、こっちが今切り抜いた水苔が多い方のやつですね。もうこの時点でだいたい3ミリぐらいはありそう。ちょっと間違えないように、これまた後で戻しますから、ここにね、ちょここに入れるとこ。じゃあお次こっちですね。この子はこの辺行っていきたいと思います。もちろん中心の部分が一番分厚いと思うんで、まあ、大体同じぐらいのところですね。刃を入れた感じは全く一緒、分からん。あ、待って、取れない。とっと、あ、やべ、全く一緒だ。ちょっと一緒ですね今取り出してみたんですけど、根っこが張っていてちょっとね破けちゃったんですけど、これこっちが水苔なしの方、こっちがありの方、破けちゃったんだよな。ちょっと場所悪かったかな。どっちが分厚いかというと、どっちも一緒。マジかよって感じなんですけど、一緒ですね。あ、私絶対違うと思ってたんだけど、ちょっと他の部分見てみようかな。はい、で今パッと見ほとんど一緒だったんで、いやでもなんかね、見た感じ結構違うんですけどね。貯水のそのここの分厚さは一緒か。この先端のところのこの血管のところ、ちょっとここはでもこっちの方がねたくましく見えるんだけど、まあ肌感覚的なところがあるな。ただ今決定的に違うところが一個あって、ちょっとね分かりにくい。こちらの右が水苔がない子、こちらが水苔がありの子、これ違い今分かりますか？違いね、決定的に違うところが一つだけあって、こっちね、この毛玉がたくさん乗ってるの分かると思うんですよ。全体的に毛玉がねチラチラあるんです、トリコームのね。でもこっちは毛玉はあるんですけど、水苔がない子に比べれば毛玉の量が少ないですね。これは一体どういう違いなんだ。はい、パッと見こんな違いです。いかがでしょうか。ここの部分をちょっと切り取ってみたらまた違う変化があるのかな。でも今回みたいにちょっとここ今切り取って全く違いが私には分からなかったんで、あんまやりたくないんだけど、いやでも気になるな。この水を吸い上げるこの太さが違う可能性はありますよね。貯水機能に関してはスポンジの密度とかそういうのはちょっとよく分かんないですよ。でもパッと見その分厚さは同じでしたね。同じでしたけど、この水を吸い上げる力がちょっと違ったら面白そうだな。こっち切ってみるか。1個1本ずつ、じゃあね、ここと
ここちょっとね切って断面見比べてみたいと思います。部分的に切ってみたいと思います。まずこっちね、この辺行ってみましょう。おお、硬い。よし、これなんかちゃんとしたカメラが欲しいな。はい、こんな感じです。太い血管が1本あって、細いのが2本ぐらいありますね。見えるかな、見にくい。で、お次、こちらが水苔の量が多い方、こっちが水苔の量が少ない子。いやー、同じだろうこれ。同じにしか見えませんね。ほぼほぼ一緒。水苔なし、あり、なし、あり。どうでしょう、なんか違いわかりますか。これはね、今分、あ、2本ここに太いのがあるのはちょっと切る位置間違えちゃったんだよな。太いとこでもう1本切ってみますね。同じ葉脈の枝分かれしてない方の太いところで比較です。水苔が多い方と少ない方、この部分に関しては水苔が少ない子の方が、まあ、若干分厚さはありますけど、パッと見同じですよね。こっち水苔が多いグループですね。ただですね、やはりちょっとした気づきなんですけども、こちら水苔が少ない子の方の胞子葉のこの葉脈、これやっぱりボコッとしてるんですよ。すごいボコボコなんですよ。対してこちらの水苔が多い子の方のこの葉脈はあんまりボコボコしてないんですね。ボコボコはもちろんしてるんですけど、ボコッというのはあんまり少ない。ほんとごくわずかな差なんですが、水苔の量が多い子の方の、ピントピント、水苔の量が多い子の方のこの血管の太さ、今3本太いのを選んでやったんですが、この太い血管が葉脈ですね、水苔が少ない子の方の葉脈の方が圧倒的に太いのが分かります。もう一箇所だけ水苔の少ない子の方を葉っぱ1枚だけ切って、この太い葉脈、やっぱ葉脈が太いのかどうかをちょっと確かめてみます。これで最後です。これで切る場所は最後です。はい、これ今水苔の少ない子の方の貯水葉両方切りました。やっぱりね、太いですね。この太い葉脈の一番血管の太いやつが、こっちが多い方、こっち少ない方、太いですね圧倒的に。これはね、パッと見でも貯水葉の表面にデコボコがわかるぐらいこっちのは太いんですよ。こっちはやっぱりデコボコはしてるんですけど、細いので、まあ、滑らかに見えるんですね。もしかするとこのデコボコの、デコボコがあるおかげでトリコームに、あ、デコボコが多いおかげで葉っぱの表面が結果的にデコボコして、正常毛と言われるトリコームがちょっとね重なる部分が増えて毛玉っていう形で出てくるのかなと今思いました。はい、まあ切っちゃったな。貯水機能自体は大して多分変わらないと思います。厚みはほとんど同じだったので、この貯水葉の貯水機能的にはほとんど同じなんだと思うんですけど、水を吸い上げる機能が貯水葉の血管の太さから見ると、水苔が少ない子の方が強く成長したのではないかといった今予想ですね。はいはい、ってことでですね、水苔の量比較実験、今1年半経ったところです。で、貯水葉ね、まあ、こんな感じで今回、まあ、明らかにこっちは毛玉が多いですよっていうところですね。毛玉が多くできましたが、こちらはそんな毛玉、水苔が多い方は毛玉がないですよっていう、ちょっと見にくいな。はい、毛玉はあるんですけどそんなにないなっていう。こっちはもうどこでも大きい毛玉があるんですよ。まあ、ビカクシダをね、あんまやってないよっていう人からすると、どれも一緒じゃんって感じなんですけど、
ちょっと毛玉のね、作られ方が若干こっちの方が大きい毛玉がたくさんできたかなといった形です。で、実際に貯水量を切ってみると、このスポンジのところの密度とかは、ちょっとね、こういう検査するものがないので、私にはわからないんですが、切り取った部分は、まあ、ほぼほぼ厚みは見た目同じでした。うん、違いは私にはわかりませんでした。ただ、ね、こっちは剥がすときに、もうここまで根っこが来てたので、なかなか剥がれませんでした。こっちはね、意外とポロッと表面だけは取れました。おそらくその根っこはね、こっちは水苔に根っこ張るスペースがあるから、そっちに根も行っちゃうんだろうけど、こっちはね、貯水量ができたから、もうそっちにすぐ水苔ないし、根をそっちに張ったんじゃないのかなっていうような、まあ、推測ですね。はい。はい、ということでね、水苔の量比較実験、こんな感じでやってみました。結構面白い違いが、私的には出てきてます。まだまだね、ちょっとこれからやっていきたいなと思いました。今1年取って、だったとこなんで、小株を取るかどうか、小株ちょっともうめんどくさくてもうこのままにしてるんですけど、当分このままでね、様子見ていきたいと思います。はい。ということで本日もご視聴いただきどうもありがとうございました。